こんにちは、空波です。はい、今日もね、やってまいりました、空波とり10番勝負、シーズン3の、今日は、7台目ですかね。はい、に乗るバイクを持ってきました。まあね、今日乗るバイクはですね、まあ、実はもう今までね、何回も乗ろうと思ってたバイクなんですよ。何回も乗ろうと思ってたんですけど、毎回、雨天で流れていたバイクです。ようやく借り入れたよ。まあ今日もこんな天気なんだけどね。はい、じゃあね、早速今日ご紹介するバイクを持っていきたいと思います。今日ご紹介いたしますのは、こちらのホンダ CB250R です。はい、じゃあね、まず外見から見ていきたいと思います。はい、そうしましたらですね、サイドビューから見ていきたいと思います。はい、どうですかね、やはりこう現代というかね、今のバイクだなというデザインですよね。うん、もうまんまそのまんまという感じです。はい、ただね、こうよく見ていくと質感というかね、質は本当にこう丁寧に作られているなっていう感じがしますね。まあこれちょっと前回乗ったバイクがね、まあ並行輸入のジクサ SF だったっていうこともあるのかもしれないですけども、かなりね、こう質感は高く感じます。まあこの辺のね、タンクのあたりとかっていうのはこうプラスチックのカバーがついてるわけなんですけれども、まあそういうとこはまあね、どうかとは思いますけど、まあこれを金属で成形するとなるとね、また大変なことだと思いますので、まあこれは仕方ないと思いますけれども、はい、本当に細部にわたってね、きっちり作られているなという気がします。まあ、前から見ていきますが、このね、かっこいい LED ヘッドライトがついておりますし、この何なんですかね、これ250とはね、ちょっと思えないぐらいの、何ていうんですかね、フロントフォークですね、これすごい太いよね。ミドルぐらいは本当十分あるんじゃないかなっていうような、フロントフォークとインナーチューブがついてます。で、ブレーキもね、ラジアルマウントキャリパーがついてまして、ABS が、装備されているということでですね、非常にこの辺も安心感があります。それと、まあ、前回ちょっとあまりちょっと見せちゃったんでね、今回はまあ比較っていうためで、ちょっと見せますけどね、やっぱりこういう溶接の部分とかっていうのはやっぱりね、ちょっと前回の車両とは違うかなというふうに思います。こう全体的にね、本当にね、コンパクト、ホイールベースもね、非常にこう短く感じます。本当になんていうのかな、こう重心をね、中心に、いわゆるそのマスのセンター化っていうのかな、とこ重心を低くね、持っていこうとするとやっぱりどうしても最終的にはこういうデザインになっていくんでしょうね。まあこれがどうなのかというところはね、また別問題ですけれども、好きか嫌いかというところに関してはね、まあいろいろご意見はあると思いますが、やはりこうどういうのかな、お尻の部分をバッサリとこう切るデザインのオートバイっていうのは、まあやはりね、重心を中心に持っていくためとはいえ、どうしてもこう車体がちょっとキャシャっていうかちっちゃく見えますね。まあそこをどう思うかっていう部分だと思うんですが、デザイン的にはね、本当に、まさに今のバイクと、いう気がしますね。ちょっとどうだろうな、モンスター、696そのあたりにちょっとこうパッと見似てるかなっていう気がしますね。はい、じゃあね、早速このバイクに乗っていきまして、その辺のね、乗り味なんかを話していきたいなと思います。本日は、ホンダの CB250R、 はい、こちらのバイクをお借りしてまいりましたけれども、何回これ乗ろうとしたか分かりません。3回雨で流れました。でね、今回もね、前日に台風が、接近しているということでね、予約を変更したんですよ。予約を変更したら台風がそれで、その変更した日が逆に雨になるみたいなね。で、まあ急遽慌てて、また予約を戻していただいて、今日乗ってきたわけなんですけれども、晴れの予報ですが、この有様です。まあ雨女だねこいつ。CB250R は雨女です。はい、まあね、冗談は、置いといてですね、まあここに来るまでにね、このオートバイ、乗ってきた、わけなんですけれども、空波自身ですね、この
今乗ってる CB250R のエンジン、はい、これ何台目だろう、3台目かな、乗ったことあるのは、まあ初めは MC41 CBR250R、はい、あれに初めて乗ったと思いますし、その後に CRF250 ですね、まあこれでも乗りましたし、その後はあとレブルかな、はい、レブルでも乗ったエンジンです。で、まあ乗り慣れてるっていうか、まあ持ってないんだけどね何回か乗った、感想からするとですね、ちょっとね同じエンジンとは思えないような感じですね。はい、非常にね、なんて言ったらいいんだろう、こう本来、CRF のようなね、感じで、オフ車に使うようなっていうか、すごくね、あの低中速がものすごく分厚い感じがするんですよ。250なのにね、こう何もアクセルこう煽ったり、せずに、普通にこうクラッチをこうポンとこう離していくと、そのままスススススって進んでいくような、そんな感じなんですよね。で、こう峠道、今ここに来るまでの上り坂を走ってきたんですけれども、やはりこうスローなペースのワインディングを走ってきますと、まあ、前回走ったバイクっていうのが、まあ、150cc クラスのジクサ、セーフだったという話もあるんですが、もうこれはね、全然違いました。本当に力強く登ってくれるし、気持ちよく走れる、そういう意味では、非常に、なんていうのかな、目から鱗の感じでしたね。このバイク自体が、ホンダさんがね、VTR の250と、あと同時にあったのがあれが CB250F かな、はい、このバイクを両方とも、まあ、廃盤、にして、今その後釜として据えているのがこの CB250R だと私は思っているんですけれども、まあそうですね、その後継としてですが、まあ、馬力が27馬力、まあ、これが9000回転で発生だったかな、はい、十分ですね。まあ、空波自体がこう一般道15馬力、高速道路30馬力あれば、不満はあまり出ない論、勝手に作ってる論ですけど、を持っていますので、27馬力、まあ、これ30馬力を変えてるわけですけれども、おそらくこのパワー感からすると100キロとか110キロとかね、そんなスピードで走っちゃダメですよ。そういったような感じで、まあ、自動車の流れに乗ろうとして走っても、十分なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、下道ではね、もう前回のジクサ SF で、十分ということですから、この CB250R で不満が出るはずもありません、はい、ですのでパワー的には全く本当に問題ないですね。で、まあ、短気筒エンジンということもあるんですけれども、なんていうのかな、いわゆるそのどこどこ感っていうのかな、まあ、それは今までの CBR250R から、当時からですね、あまり、ないので、その辺はこうあまり短気筒ということを意識して、いなくていいのかなというような、音です。まあ、その辺も含めてね、あまりこう短気筒っていうこうどこどこ音が好きじゃないという方は、むしろこれはいいかなというふうに思います。まあ、トルクがね、そうですね、5000回転あたりかな、5000回転あたりからこう急にこうモリ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 と力強く出てくるので、非常にね、こう比較的こう低中速で、まあ、なんていうのかな、こうカーブでも、アクセルを開け閉め開け閉めして走るような、シチュエーションでは非常にこうなんていうのかな、キビキビと、走っていけるかなという印象があります。で、乗り味なんですけれども、乗り心地というかな、それはね、やはりこのバイクね、空波が思ってたのとはちょっと違いました。まあ、空波はもうちょっとこう、VTR のような、あの柔らかい感じの乗り味を想像していたんですけれども、やはりね、だいぶこれはね、ゴツゴツしてるような、感じです。ちょっと硬いような感じなんですけれども、ただなんていうのかな、こういう下りのワインディングを走っていても、非常にこうフロントの接地感っていうのがすごくいいというか、やっぱりこれあれなんですかね、フロントフォークがこれだけ太いのが入ってるからなのかもしれませんが、非常にね、接地感があって、怖くないですね。
この辺はすごくいいなというふうに思いました。で、まあ、ただね、こう路面のなんていうのかな、こうギャップですとか、デコボコなんていうのがまるでこうアスファルトを手で撫でているかのようにダイレクトにこうハンドルを通して、伝わっています。でここはこう路面の状況を知りたいというライダーさんにとっては、非常にありがたくていいところかもしれませんけれども、まあ、あまりそういったことをね、細かいところを情報をインプットされて走りたくないという人にとっては、まあ、ちょっと、うるさいかなという感じではありますが、これサスが動いてないからダイレクトに衝撃が来てるっていうことではなくて、サスペンションはね非常によく動いてるなっていう感じがして、振動はねうまく本当に、消してるんですけれども、まあ、それでいてダイレクトに路面の状況をきちっと伝えてきてくれると、まあ、この辺は やはりその、まあ、先ほども言った前輪の接地感がいいということに、由来するものなのかなとも思います。まあただねやはりちょっと一つね、今までのこう、まあ、空波がこの CB250R に乗ってる方から聞いた話によればですけれども、皆さんおっしゃるのは、こう前荷重だっておっしゃるんですよ。まあ、73とか64とか、いう方や、空波の友人でもいらっしゃいますけれども、かなり前荷重なんだよねって、いうことをねおっしゃっていたんですけれども、これね、ごめんなさい、ちょっとそういう風なこう先入観を持って、乗るとね、まあ、大概、自分もね、ああ確かに前輪荷重だよねっていう風に思うのがいつもの常なんですけれども、これね、まあ、今日乗ってる、まあ、CB250R は2019年式なんですけれども、なんていうのかな、こう、まあ、奥車まではいかないんだけど、こう足でね、こうまたいで座った時も、結構ねグッと沈むんですよ。まあ、リアのサスも含めて。で沈む分、なんていうのかな、こうどちらかというと前のめりというか、俺は、フラットな印象があります。はい、すいません、なんかね有名な方とか、皆さんねプロの方とか、前輪荷重だとか言ってる方がいらっしゃいましたら、本当にそれに逆らうようなことを言って申し訳ありません。本当に空波のこれ素直に感じたままですのでね、こう、まあ、後ろ荷重ってことは全くないんですよ。ここに来るまで空波はW650に乗ってきているんですけども、まあ、それに比べたらやはりちょっとフロントなのかなっていう気はするんですけれども、ただ皆さんがおっしゃるように、こう前の前輪荷重っていう感じは、実際空波は受けないのかなという感じです。で、まあ、なんていうのかな、こう CB400 スーパーフォアのような、なんていうのかな、こう勝手に曲がっていくような、こうセルフステアリングと言われるようなね、そういうような感じも、逆にあるのかなと思ったんですけども、それはね逆にないんですよ。でむしろこう、まあ、ホイールベースが短いというのもあって、こう、まあ、トリッカーでこうなんていうのかな、ワインディングを走ってる時のような、まあ、きちっきちっとやはり、こう情報をねバイクにインプットをしていってあげると、その通りに曲がっていってくれるというような感じの印象で、ここはねやはりこう峠道なんかを走るという人に関しては、非常に面白いバイクなのかなというふうに思います。はい、そしてまあブレーキはね、これ、まあ、ラジアルマウントキャリパー、で ABS 入ってるということもあって非常にこう使いやすいですし、制動力もこれ十分すぎます。はい、ここに関してはねもうやはりさすがホンダさんということもあって、ほぼほぼもう満点の出来かなというふうに思います。まあ、250cc ということもあってね、車体も軽いということも寄与しているのかもしれませんけれども、ブレーキに関してはこれ全く不安がないし、実に使いやすいブレーキかなというふうに、思います。まあ、そして、今こうしてね、こう上りのちょっと若干荒れたワインディングに入っていくんですけども、こういうところに入ってくると、やはりこうエンジンのね、回転が、まあ落ちてくるというのもあるんですけれども、やはりこう短気筒らしいね、若干、ポコポコとしたような音は聞こえてくるんですけれども、それでもね、非常にこうアクセルを、まあ、ストロークもね、の問題もあると思うんですけど、開ければね、簡単に、シュインという感じで、上り坂でも加速をしていってくれますので、この辺はね、非常に、面白いですね。なので、むしろそういったこうサーキットですとかね、非常に、広い道のバイパスのような、ワインディングをね、走るというよりは、むしろこういった山道のような、細い、多少荒れた
たような、うん、こういうようなワインディングを走ると本当に、こいつで、楽しめるんじゃないかなという感じがしますね。ポジションなんですけれども、ポジションに関しては若干そうですね、ハンドルを握ると、こう背が丸々ぐらいの感じのポジションになります。でこのポジションは、非常にこう腰にも優しいですし、首にも優しいポジションですね。まあ、ですのでソラナミのような、こう比較的年を取ったようなのおじさんが乗っても、この辺は、楽に走れるし、まあ、長距離を乗っていただいてもね、疲れないんじゃないかなという気がします。でまたね、あのシートが非常にこう硬いんですよ、座った感じが、硬い。でシートっていうのはこうよく誤解されてる方がいらっしゃいますけれども、硬いイコールお尻が痛くなる、まあ、こういうふうに考えられてる方が結構いらっしゃるのかもしれませんけれども、ここはそうではなくて、シートっていうのはやはりこう乗車姿勢とそれから形状ですね、これによってだいぶ痛さっていうのは、変わってくると、ソラナメは思ってます。でそういう意味では、前回乗ったジクサーの方が、シート自体は柔らかい印象なんですけれども、今回乗った、こちらの CB250R の方が、長時間乗ってもお尻が痛くなるということはほとんどありませんので、シートは非常によくできているかなというふうに思います。はい、ということで、今日は、こちらのホンダの CB250R、はい、乗ってまいりましたけれども、穴がやっぱりないですね。さすがそこはホンダが作ったバイクだなっていうのが、すごくよくわかります。でこのエンジンもね、やはりこうだんだんこう台をバイクいろんなバイクにこう乗せ替えてきてね、まあ、給排気系をいじったりとかっていうこともあるんでしょうけども、どんどんこう熟成されてきて、シングルとしてはね、本当に名作エンジンと言えるところまで本当に昇華しつつあるのかなという印象を覚えました。はい、まあ、タンクも10リッター、ありますし、燃費もね本当に40近く走るんだよね。はい、そういうことも含めて、本当に 250cc で、今乗るとしたら、この CB250R っていう選択は、正解なんじゃないかなって改めて思いました。